こんにちは、サイコパスです。仲井戸様は、一体どちらの選択肢を選ぶのが、最善なのでしょうか。皆様も仲井戸様になった気持ちで、一緒に考えてみてください。いや、ちょっと待ってください。そんなことしてたら、頭おかしくなりそうですね。視聴者兄貴まで頭おかしくなったら、もうこのチャンネル、収集つかなくなりますよ。あたおかは私一人だけで十分です。さて、そうですね。もし私が仲井戸だったら、非常に難しい選択ですが、やはり無難な、訴訟役になる方を、選択します。周りからは、訴訟役って散々煽られるでしょうけど、事実だから仕方ないです。でもよく考えると、エアク放火と比べたら、訴訟役くらい、別に大したことないでしょ。エアク放火はよそに迷惑がかかりますが、訴訟役は、自分が煽られるだけで済みます。訴訟役で名誉が落ちる。と言っても、もう落ちてるので今更関係ないでしょ。訴訟役を持ちネタにして、自虐ネタを披露できるくらいの、度量が仲井戸様にあれば、ここから巻き返す可能性も、十分にあります。というわけで、訴訟まで残り4日です。最後までご視聴ありがとうございました。